1981年、国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。福山競馬場福山競馬場は広島県福山市与田町一丁目にあった地方競馬の競馬場である。正式名称は福山市営競馬場。2013年3月24日に開催廃止となった。開催時の主催者は 福山市、D ネット加盟場であった。福山競馬場は、戦後復興の財源確保などを目的に1949年9月18日に開設された。開設当初は、福山市のほか広島県、広島市、呉市も主催者だった。また、この頃は、通年開催を行っておらず、休止期間は、神馬が、春木競馬場に、 貨物列車で遠征しており、逆に春季から福山への参戦もあったという。1968年から福山市の単独開催となる。サラブレッドが多数在籍していたものの1967年からアラブ専門の競馬場となりサラブレッドは混合競争からアラブ系競争に格付けされた。名馬としてローゼンホーマや水軍を排出し、前者の名を冠した。 重症競争もあった。またかつては、山陽杯と題し、兵庫県競馬組合との交流戦を開催したことも、ある。日本の競馬場の中で最後まで、アングロアラブ種のみで、競馬番組を編成してきたが、アングロアラブ種の生産等数が激減したため、2005年12月4日より、サラブレッド種による競争が開始された。 それに先駆け、2005年7月17日に、高知競馬場所属のサラブレッドを招いて、交流競争を実施。一行も、同競馬場とは、人馬の交流が続き、2009年度からは、地方競馬全国協会の協力のもと、連携が一段と、強化されていた。1970年代には年間入場者数が100万人を、超え、 1978年は、市の一般財政への繰り出し金が33億5000万円。1991年は、総売上が345億円を記録したものの、その後は、バブル崩壊に伴い経営状況が悪化し、1999年以降は、累積赤字額が膨らんだことを受け、2010年に、福山市営競馬検討委員会を設置。 競馬事業の存廃についての議論が行われていた。6月10日に開かれた会合で廃止を前提とした答申をまとめることが決定された。福山競馬関係者側は存続を訴えていたが、9月29日に実質単年度収支の黒字確保が条件での事業継続が答申された。2012年1月には2011年3月11日に 発生した東日本大震災の影響で東北関東エリアの競馬開催が中止になりインターネット投票での売り上げが増加したこともあり2011年度の競馬開催等における実質単年度収支の黒字が見込まれることなどを理由として福山市長の羽田明は1月20日の記者会見において2012年度も競馬開催を継続することを表明した 2012年11月14日には、手こ入れ策として、東京都場主会より競争場30頭を購入、出走頭数の増加によるレースの魅力向上を図った。最終的には2012年度末までに100頭購入するとしていた。また、2014年度以降の払い戻し率が柔軟に決められるようになったことにより、本年度の収支のみで、 損廃判断するように関係者側は求めていた。しかし、2012年度も厳しい運営状況は、好転せず、再び単年度赤字に転落することが確実となった、ことから、競馬事業の継続は困難と判断した福山市は2012年11月18日に、本年度をもって、競馬事業を廃止する方針を伝え、11月26日には、 羽田市長が2012年度末で廃止すると正式に表明した。これを受けて2013年3月24日の競馬開催をもって終了することが発表された。2013年3月24日、平成24年度第22回4日目第12競争で行われた第6回ファイナルグランプリが福山競馬の最終レースとなり競馬開催は廃止となった。 なお、場外発売は3月28日まで行われたが、その最終日をもって、各場外発売所も閉鎖された。4月1日以降の払い戻し業務は、競馬場内の外交発売所でのみ行われる。実況は初期には、パート従業員の女性が担当し、昭和後期より有限会社中島宣伝社の、社員数名が担当、晩年には、 同社社長の中島圭と FM 福山のパーソナリティの西田茂広が担当していた2009年7月4日からスカパー 255CH の鉄道チャンネルで福山競馬中継として開催日に中継放送されていた2012年時点では15時スタートで最終レース終了までの放送となっていた高知競馬のナイター開催時は 福山の中継終了後に、リレー中継を行った。ただし、そのだ、姫路競馬と開催が重複する場合は、放送されなかった。1996年10月12日から2009年3月22日まで、FM 福山で中継、予想番組、うまうま、サウンドステーションが、開催日の14時30分16時に、放送されていた。出演者は、 西田茂弘、ゴッド岡本、もうちゃんの3人。以下は、廃止時のもの。以前はコーナーがきつく、長方形の四隅を丸めたような独特の形状になっていたため、弁当箱のようなコースと揶揄されることもあった。後に行われたコース回収により4コーナーは、以前よりも曲線が緩和された。以前のゴール全直線は220メートルであったが、 コース回収に伴い200メートルに短縮された。先行馬がペースを落とさずコーナーを曲がれるため、追い込み馬は届かないケースが多かった上、経費削減の一環として砂補充を抑えていたことで、さらに先行馬有利の馬場となっていた。1400メートルは1991年7月15日を、最後に、また2400メートルは1991年1月6日を、 最後に使用されていないが、それに関する公式アナウンスはなく、レコードタイムも公式記録として残っている。2009年7月19日の開催から1130メートルの設定が追加されたが、2012年11月25日を最後に使用されなかった。通常、四方競馬のレースを開催し継続するためには、 小さな競馬場と言われるところでも少なくとも400頭以上は確保することが必須条件である。福山競馬場はそのコースの小ささ、カーブのきつさもあり、サラブレッドよりは速度の遅い、ただし故障、消耗に強いアングロアラブ種のみで長年この頭数を確保してきた。しかし、中央競馬でアングロアラブ系の競争が廃止されたことにより、 アラブ系種の生産が激減。2005年にはわずか78頭の生産にとどまるなど、アラブ系のみでは必要数を揃えることが遠からず、不可能になることが明白なこと。また全国的にも中央競馬との競争馬、騎手などの人馬の交流が活発化していることなどの時代的背景から、福山市は2005年10月に開いた市議会の特別委員会でサラブレッドを導入する。 ことを正式に決定、2005年11月1日より導入を開始した。サラブレッド本格導入のために必要な設備の改善として、第3、第4コーナー付近をスパイラルカーブの形状に変更するための改修工事を2006年2月から4月にかけて実施した。2007年からは JRA 認定競争も開催していた。アラブ系単独の競争は、 アラブ系競争馬の在籍等数が40頭以下となったため一般競争が2009年9月13日重賞競争は2009年9月27日の開設60周年記念アラブ特別レジェンド賞を持って終了した2013年1月時点で現役のアングロアラブは2頭が在籍していた以前は2012年7月14日の第一レースを 勝って55勝となり、ナー発足以降の地方競馬競手馬最多勝記録を更新したモナクカバキチがいたが、2012年7月28日の第6レースを最後に引退した。なお2012年8月12日に引退セレモニーが行われた。以下は廃止時のもの。バレーは新表記で記載している。以下は廃止時のもの。発売。 発売なし、広域上館場外発売時のみ、インターネット発売のみ、しげかつ式は2010年1月23日から、三連服は2010年4月10日から、発売を開始。また、2012年10月7日から、JRA のインターネット投票で発売を始めるのに先立ち、2012年9月29日からは、枠番連服とアイドの発売を開始。 また、所有する以下の場外馬券売り場を2006年4月1日より、日本レーシングサービスに運営委託していた。2005年12月に、新しい、シャトルを、岡山県津山市と広島県八日市市に、計画中であることが発表されたものの、とんざした。福山競馬の廃止後、福山競馬運営の場外発売所の、うち福山駅前場外、シャトルやナイズが、 兵庫県競馬組合に移管され、その他競馬、姫路競馬を中心とした場外発売所、ダッシュとなった。2016年7月30日より、福山駅前、柳津は中央競馬の馬券委託販売、J プレイスとしても運用されている。なおシャトル柳津は、夢タウン、松永の閉店に際して移管後の2021年3月21日の、 営業を最後に閉鎖されたため、福山市内に現存する、競馬場関連施設は、福山駅前場外のみとなった。ふとじは2012年度に復活した、重症競争。以上の機種のほか、JRA への移籍直前の2月末まで、岡田昭次が所属しており、青柳正義、畑中信次、高野正規の3名が、廃止島で期間限定機場で席を置いていた。 1987年2月18日、福山競馬に所属していた騎手が、福山競馬の勝馬投票権を不正に購入した、容疑で逮捕された。さらにこの騎手と別の騎手が、現金十数万円の謝礼と引き換えに、自分の騎乗場の体調などの情報を、暴力団員などに流し贈収賄事件として摘発。馬主や騎手の贈収賄なども発覚し、一連の不祥事で、 計7人が逮捕された。一連の事件を受け、この年の2月28日からの福山競馬第16回開催と、3月14日からの第17回開催は中止、昭和62年度開催も延期となった。各種の再発防止策を講じて、農水大臣から承認を受けて6月27日から競馬を再開した。再開第1回開催では、 警察官380人の派遣を受けている。皿地下が終了した福山競馬場跡跡地の利活用は、福山市が、福山市民の意向を重視して、再開発する方向で調整。2015年4月20日より、解体工事に着手。2015年時点で、広島県内最古の交番となっていた福、山東警察署の上町交番が、老朽化のため、 投資基地の一部に新築移転することが決まり、2015年8月下旬に着工。2016年2月5日に交番の完成見学会が行われ、2月15日に副三島警察署の上交番として開所2019年度末には老朽化された福山市体育館に代わる総合体育館が竣工予定。福山駅前場外発売所。 シャトルやナイズについては、兵庫県競馬組合が管理することになり、園田、姫路両競馬場の場外として活用するため、各種機器を入れ替えた上で2013年6月に再開する予定であることが発表された。一方で、シャトル神戸も多常の馬券を扱うための再開を、図っていたが実現せず、跡地では飲食店が営業している。 シャトルやナイズについては2013年6月19日より、ダッシュやナイズ、福山駅前場外発売所については2013年6月26日より、ダッシュ、福山駅前として、それぞれ開業した。平日の地方競馬発売のほか、土曜日、日曜日は、日本中央競馬会の場外発売所、J プレースとしても機能している。ダッシュやナイズは、 入居元の夢タウン松永が2021年3月21日をもって閉店することを受け、同日に発売、払い戻しともに営業を終了。これにより、ダッシュ、福山駅前は、福山市内に現存する最後の、福山競馬場関連施設となった。高知競馬場では、概要にあるように2005年以降、福山競馬との人馬の交流が行われていた。 この縁から、福山競馬廃止後の2016年3月26日に、福山競馬、メモリアル競争と称し、福山競馬に廃止時点で所属していた、現役騎手7人、嬉しい勝則佐原修康、山田義夫、渡辺白文、池田俊樹、松井信也、奈良崎三弘のほか、同競馬場での短期騎乗歴のある、長森大地、岡村拓也、 山崎正義の10名で交流競争にレースを行った。実況に元福山の西田茂弘が招かれ、第一戦は福山競馬の特別競争ファンファーレ、第二戦は重賞ファンファーレが使用された。第一戦2着、第二戦1着の岡村が総合優勝。同日の他レースでも個人協賛競争の形で、 福山競馬にまつわるレースが組まれた。ありがとうございます。